今回ですけども、アイリスオーヤマの高圧洗浄機を使ってみたいと思います。Amazon のブラックフライデーで6980円で購入してます。激安です。軽量コンパクトタイプで FBN の301と迷いましたが、301はオプションパーツが使えないので401を購入しました。圧力は301が 4.5 メガパスカル、401が 6.0 メガパスカルとなってます。大きさは401の方が若干大きくなりますが、それでも小さいと思います。収納に困らない程度の大きさなのも選んだきっかけですね。1万円から2万円出せばもっとパワーのあるものはあると思います。こちら6メガパスカルに対して10から12メガくらいね出るものも多くあります。使えそうな激安高圧洗浄機を使ってみたかったので、検証も兼ねて動画を撮っている感じです。セット内容はこんな感じです。では準備をしていきたいと思います。まずフィルターを入れてカップリングを装着、水道ホースをつなげる部分ですね。背面部分に高圧ホースを接続します。ガンをスパナで固定して、押し込んで回せばコネクタを接続できます。広角ランスは回して固定。コンセントを差し込んで、散水ホースをつなぎます。こんな感じでワンタッチ固定。電源を入れてみます。音はそれなりに大きいですね。広角ランスをつけないと圧力がかからないですね。こんな感じです。
タイヤとなりますが、よく見ると結構汚れてます。アルミホイルのブレーキダストの汚れは落ちませんでした。こちらは塗装されたハイライトのようです。こんな感じで駐車場の周りを掃除してみましたが、この激安洗浄機でも十分綺麗になりますね。6000円でこの性能は十分満足ですね。次はもう少し変わったところを掃除してみたいと思います。ちなみにサイディングの外壁材や FRP 材のベランダなどにはね、使用しない方がいいと思います。塗装やコーティング材が剥がれる可能性がありますね。こんな感じとなりますので、ご参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。